を自得とはいえ、貴様らしくねえ。惨めな最後だったな。くしょう。俺はなんとか地球へ帰ってみせる。おめえはこの星と運命を共にするんだな。言いやがって。貴様はそうやって命乞いしたもんを一体何人殺したんだ。俺の気を少し分けてやった。あとは勝手にしろ。今しさいやじめ。かつてナメック星にて行われた孫悟空とフリーザによる最終決戦。死闘の最中、スーパーサイヤ人に目覚めた孫悟空を前に、悪の帝王フリーザは屈辱の敗北を喫した。一度は勝負が決した両者であったが、二人の宿命はついえることはなかった。なんとドラゴンボールによってフリーザは地球の地によみがえり、虎視眈々と復讐の時を狙っていたのである。打倒孫悟空。同じくドラゴンボールの力で復活したフリーザ軍を引き連れ、フリーザは再び宇宙へ。厳しい修行を行い、ついに強大な力を手に入れたのだった。フリーザ軍、地球到着まであとわずか。ほっほっほ、復讐の時は来ました。さあ、向かうとしましょうか。孫悟空の待つ地球へ。一方その頃、悟空とベジータはビルス星でウィスを相手に修行に励んでいた。スーパーサイヤ人ゴッド、そのさらなる上を目指して。はい、ここまで。お二人ともなかなかいい動きになってきましたが、まだスピードが物足りませんね。まだ足りんのか。まだ頭で考えて動いているからです。特にベジータさんはその傾向が強い。確かにそういうとこがあるよな、ベジータは。やかましい。貴様がバカなだけじゃないのか。それにあなたはいつも悟空さんに一歩先を行かれている。なぜだかわかりますか。あなたは気を張り詰めすぎなんですよ。悟空さんのようにリラックスするのも大事ですよ。ちっ、はっきり言いやがるぜ。その一方で、悟空さんは自信過剰すぎて油断してる場面が見られます。これからはそれぞれの弱点を意識しながら修行を続けると良いですよ。よし、油断しねえっと。それでは休憩を挟んで修行の続きを始めるとしましょう。よろしいですね。はあ、お二人ともそれぞれ分かれて修行を行いたいので、お一人ずつ来ていただけますか。分かった。俺もその方がやりやすいしな。
フン、それはこっちのセリフだ。やれやれ、仲が良いのか悪いのか本当に分かりにくいですね。それではまず悟空さんから始めましょうか。よし、悪いなベジータ。ちっ、まあいい、さっさとやれ。どうせすぐに俺が貴様を追い抜く。よし、もっともっと強くなってやっぞ。それでは修行を始めるとしましょうか。修行はこれまでより厳しくなっていきますが、頑張ってくださいね。へへへ、ワクワクすんな。あなたに用意した修行はこちらです。自分の限界を超えるイメージを思い描くのです。じゃあ私を倒すくらいの気持ちで来ないと修行を終えることはできませんよ。分かってる。こんなのはどうですか。こんなのはどうですか。さあ、もう一分前です。頑張ってください。こんなに攻撃しても一つ上がってねえんだもんな。やっぱウィッサはすげえや。とてもいいですね。さすが悟空さんです。ほら、まだそこまで強くなれた気がしねえな。ビルス様には全然勝てそうにねえし。さすがにそれはまだ無理でしょうね。ですがゴッドの力の壁を越えればその可能性もかなり高くなりそうですよ。本当か。じゃあもっと使用してくれよ、ウィッサ。ええ、あなたの積極的な姿勢はとても良いですね。あなたの強さはそこから来ているのでしょう。では次の修行の準備ができたらまた私に声をかけてくださいね。オッケー、分かってよ、牛さん。修行の準備はよろしいですか。自分の強さを過信せず隙を見せないように。隙だらけの体なんて脆いものです。注意してください。以前に比べて体の使い方が上達していますね。素晴らしい進化ですよ、ゴク。一切の隙を教えてくれるからな。はい、いいですよ、よく学びましたね。なんか掴めた気がする。素晴らしいですよ、悟空さん。スーパーサイヤ人ゴッドの先のイメージがつかめたようですね。お、あとはオラだけでもなんとかなりそうだ。サンキュー、イッサン。あとはベジータさんもあなたと同じレベルになってもらう必要がありますね。お二人で磨き合いながら強くなっていただくことが一番のようですから。うん、オラもそう思う。でもベジータならすぐにこの力をものにしちまうさ。あいつはすげえやつだからな。カカロットに先を行かれっぱなしなのは尺だからな。ウィスと修行してすぐに追い抜いてやる。
それでは次はベジータさんの修行の番ですね。悟空さんはかなり強くなられたので、あなたも頑張ってくださいね。ああ、すぐに始めてくれ。カカロットの野郎に先を行かれっぱなしなのは尺に触るからな。おほほほ、あなたに用意した修行はこちらです。さあ、壁を越えて見せてください。自分の限界を超えるイメージを思い描くのです。私を倒すくらいの気持ちで来ないと修行を終えることはできませんよ。この俺の攻撃が効いてないのか。よく動けています。注意力も悪くありません。今の俺の力をもってしてもまだあれほどの余裕か。さすがベジータさんですね。確かに天才だと自分でおっしゃるだけのことはありますよ。ちっ、それでもあんたやビルス様のレベルにはまだ遠いんだろう。モヤモヤするぜ。あなたは常に気を張り詰めすぎなのです。いざという時それでは体が反応できません。そのあたりを克服できれば、あなたも壁を乗り越えてゴッドの力の先へたどり着けると思いますよ。では次の修行の準備ができたら、また私に声をかけてくださいね。ああ、わかった。修行の準備はよろしいですか？あなたの課題は頭で考えすぎないことですよ。気を張ってすぎずリラックスしていきましょう。頭で考えて動くのでは遅いのです。それを意識してください。体のあらゆるところで判断させるのですよ。よく動けています。注意力も悪くありません。その余裕が頭に来るぜ。さすがはベジータさんです。スーパーサイヤ人ゴッドの先のイメージがつかめたようですね。ああ、はっきりとな。あとはお二人が手に入れた新しい力を悟空さんと一緒に確かめてもらいましょうか。さらなる力を得るためウィスとの修行を続けていた悟空とベジータ、激しい修行の末に二人はついに新たな力を得ることに成功したのだった。二人とも来ましたね。あの感覚忘れぬうちに始めようぜ。貴様が本当にゴッドの力を超えた先にたどり着けているのか確かめさせてもらうぞ。それでは修行の成果を見せていただきましょうか。スーパーサイヤ人ゴッドの時よりえらく体力を持ってかれんな。ゴッドの状態からさらにスーパーサイヤ人になってるようなものだからな。だがその分パワーは桁違いだ。お二人ともよく頑張りましたね。でもあんまり長くは持たないみてえだけんどな。まだ完全にものにはできていないということか。ですがこの短期間でスーパーサイヤ人ゴッドを超えた先にたどり着けるとは驚きましたよ。あ、正直俺もびっくりだ。ゴッドの上にこんな力の領域があるなんてさ。俺も同じ力を手にしているんだ。
いつも貴様が先にいると思うなよ。今の状態はまさしくスーパーサイヤ人ゴッドのパワーを持ったサイヤ人のスーパーサイヤ人。ふん、ちょっと長くて言いにくいですね。髪の色も青くなっていましたし、スーパーサイヤ人ブルーといったところでしょうか。スーパーサイヤ人ブルーか。その方が覚えやすいな。では改めて、あなた方が得たブルーの力を確かめることにしましょう。全力でこの私に挑んできてください。そして変化の具合をしっかりと覚えるのですよ。よし、やってみっか。よろしい、では始めましょうか。喧嘩してる余裕はありませんよ、お二人とも。差し上げます。ビッグバン。その調子ですよ。思ったより使いこなせてますね。いいですね。見違えるような進歩ですよ。いい気になるなよ、カカロット。俺の方が上だ。二人ともすんばらしいです。ブルーの力をかなり使いこなせているようですね。これならお二人で手を組めばビルス様ともなんとか互角に戦えるかもしれませんよ。ほんとか。おう、でもほら、やっぱ一人で戦いてんだけどな。ふん、ビルス様を倒すのは俺だ。お前の力など必要ない。やれやれ、あなたたちは本当に仲が悪いんですね。なあ牛さん、俺もうちっと修行してんだけど、ブルーの力もっと自分のものにして。かまいませんよ。何？カカロット、抜け駆けは許さん。もちろん俺もやるぞ。やれやれ、こういう時は気が合うんですね。わかりました、修行の続きをしましょうか。一方、地球。平和な時間を過ごしていたご飯だったが、ピッコロに呼び出され久しぶりの修行に汗を流していた。よし、休憩だ。久しぶりだな、こんなに体を動かしたのは。ずいぶんとたるんでるようだな。少し平和になったからといって怠けすぎだ。すみません、そろそろ勉強の方もやらなきゃダメだって、傘がうるさくて。勉強やろうと何をやろうと勝手だが、鍛錬だけはおろそかにするんじゃないぞ。そうですね、今度からトレーニングの時間も入れておこうかな。休憩が終わったら続きをやるぞ。今度はさっきほど甘くは。なんだこの木は。何か邪悪な木が近づいてくる。これって、はあ、このバカでかい木は覚えがある。やつだ。ご飯たちが築いた巨大な木、それはフリーザとその一味のものだった。そう、ついにフリーザたちが地球に到着したのである。この時をどれほど待ったことか。とはいえ孫悟空が現れるまで暇ですね。皆さん少し遊んでくるといいでしょう。地球に到着したフリーザたち、それを察知したのはご飯とピッコロだけではなかった。クリリンや天津飯らの戦士たちもすぐに異変に気づき、
ご飯たちと合流を果たしていた。多くの木が散らばり始めた。奴ら動き始めたようだな。え、僕たちも行きましょう。ああ、だが数が多い。ここは手分けして敵を倒しながら進むぞ。わかりました。行きましょう。奴らは大きくパワーアップしている。気を抜くなよ。はい。かくしてフリーザ軍との戦いは始まった。奴ら好き勝手に動いてやがるようだな。これ以上はやらせんぞ。どいつもこいつもかなりの強さのようだな。早く肩をつけないとまずいことになるぞ。
Yeah!
すぐに片付けてやる。魔漢考察そうなやつね。ザコがいるようだな。ほう、手ごわそうなやつがいるな。よし、やってやるぞ。すぐに片付けてやる。いつでもいいぜ。上がってこい。
どうした？その程度か。すぐに片付けてやる。魔漢考察。雑魚がいるようだな。おお、なんというパワーだ。
行。避難。ちょっと。って感じか。
ほう、手ごわそうなやつが。修行の成果を見せてやる。思わぬいいものが手に入ったな。思わぬいい。どうじゃ。はっ。ふん。これはいい功績だぞ。思わぬいいものが手に入ったな。こう。手ごわそうな奴がいるな。すぐに片付けてやる。いつでもいいぜ。体が来い。ほっ。せよ。ほっ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 。すぐに片付けて。魔漢鉱山。雑魚がいるようだな。ほう、手ごわそうな奴がいるな。すぐに片付けてやる。いつでもいいぜ。かかってこい。ほっ、ちゃっ、ちゃっ、ほっ、ちゃっ、ほっ、ちゃっ、ほ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 っ、すぐに片付けてやる。魔漢鉱山。どうした？その程度か。すぐに片付けてやる。いつでもいいぜ。上がってこい。ほっ、ほっ、ちゃ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 っ、ち
すぐに片付けてやる。魔漢考察法どうした、その程度か。そうな奴がいるな。ほう、手ごわそうな奴がいるな。雑魚がいるようだな。よし、やってやるぞ。いくよ。雑魚がいるようだな。